はい、ナギです。声が出なくなってきました。次は夢の途中、薬師丸ひろ子きます。さよならは別れの言葉じゃなくて、再び会うまでの遠い約束、夢のいた場所に未練残しても、心寒いだけさ、このまま何時間でも抱いていたいけど、ただこのまま冷たい頬を温めたいけど、都会は秒刻みの慌ただしさ、恋もコンクリートの籠の中、君が巡り合う愛に疲れたら、きっと戻っておいで、男たちを思い出に変えて、いつの日か僕のことを思い出すがいい、ただ心の片隅にでも小さくでもして、スーツケースいっぱいに詰め込んだ希望という名の重い荷物を、君は軽々ときっと持ち上げて笑顔を見せるだろう、愛した男たちを輝きに変えて、いつの日にか僕のことを思い出すがいい、ただ心の片隅にでも小さくでもして、ね、セーラー服と機関銃、薬師丸ひろ子でした。ナギです。ナギでした。いいねをしてね。登録してくださいね。助けてください。よろしく。See you.